11番方面対高取選手がスタートしました。高取選手は白バイ歴4年8ヶ月、自分自身が交通事故に遭った経験から悲惨な事故は起こさせない、悲しむ人を減らしたい、この一心で交通警察を志願した乗務員です。安藤選手がスタートしました。安藤選手は白バイ歴7年9ヶ月、日頃の訓練の成果をしっかりと発揮し、団体優勝、個人としても上位入賞を目指して頑張りますと意気込みを語ってくれました。ゼッケン6番阪神方面対小南選手がスタートしました。小南選手は白バイ歴4年7ヶ月、白バイ隊員としての誇りを胸に、安全運転技術の向上を目指して仲間と共に最高のパフォーマンスを見せてきるよう全力で挑みますと意気込みを語ってくれました。ゼッケン2番神戸方面隊小田選手がスタートしました。小田選手は白バイ歴9年6ヶ月、交通機動隊の代表として訓練の成果を発揮し、精一杯頑張りたいと思いますと意気込みを語ってくれました。